世話になっております。今日は以前カスタムした場所の紹介をしにちょっと軽く走りに行こうと思います。で、最近ね、旧車の盗難がめちゃくちゃ流行ってるみたいで、神奈川の方でも何件か続けざまに起きてるんですけど、ショップで取られたり、ちょうど今ね、この通る左側にあるショップ、ここがガラス割られてケッチ持ってかれちゃったってね言ってたんで、やっぱ旧車はね狙ってる人も多いと思うので、各自防犯対策はしっかりしないと。ただね、チェーンとかロックかけててもフレーム切って持ってかれちゃったっていうのもあるんで、かなりね今神奈川で多発してるので気をつけていきたいなとは思うんですけど、でちょっと軽く走って、以前改造した場所をまだ紹介しない部分を紹介していきたいと思います。で、去年にだいぶねハンドル周りと足周り結構交換したので、そこの紹介をねできたらなと思ってはいるんですけど、まだ YouTube 始めたばっかの時に一回ね軽くほんと短い車両紹介をしたんですけど、その頃とねもうだいぶ色も違うしカスタムもかなりしてるんで、ちょっとまた新たにね撮り直して紹介していきたいと思います。やっとガレージが立ったので、ガレージの紹介も軽く近々できればなと思ってるんですけど、今までねぶっちゃけ青空駐車だったんで、まあ常にヒヤヒヤした状態でいつ持ってかれるか心配してたんですけど、やっとガレージができたので、まあその心配が多少は減るかなと思う次第なんですけど、まあそれはね近々ガレージ紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあね、この川のどっか土手でちょっと紹介でもしようかな。走りたくないけど砂利行くか。あ、砂利じゃねえな、舗装されてる。ここがいいかな。もうちょいあっちにするか。ここら辺で撮ろうかね、富士山でもバックに。よし、じゃあそれでは車両の紹介をしていきたいと思います。
まあ、一番最初の頃に撮ったのと全然違うのは、まあ本体の色、車体の色が、前回は赤いラメのラップ塗装だったんですけど、そこからこの純正タイプのモスグリーンの色に変わったのと、あとシートも変わってますね。でマフラーも多分あの時はマンジー缶だったから、今はフレンズ缶が入ってます。じゃあ細かい部分から紹介していきたいと思います。まずはこの、カラーリングですね。で外装で言うと、このキジマのアルフィン、これだけ車体と色が違って、黒にラメが吹いてあるカラーになってます。でそのまま今度シートなんですけど、シートは横浜の川口シートさんで作ったサムアップのダンシートになります。これもね、前にあの高反発のウレタンが入ってて、まあお尻に優しいというか腰に優しい仕様になってます。でそのまま、マフラーは先ほど言った通り、フレンズ缶ですね。一番最初のフレンズ缶、初期のやつがついてます。でサイレンサーは、キング缶の真鍮のサイレンサーが入ってます。まあ、かなりねいい音するんで、気になる方はぜひ試してみてください。そしてサスペンションは丸ゾッキ、一応当時物ということでつけてるんですけど、まあだいぶね塗装とかもやれてきてしまってるんで、いずれはねオーバーホールして色も塗り替えたいなと思っております。でそのまま去年に大きく変更した部分は、まずこのダブルディスク、ダブルディスクにして、一応ねこれはあのヤフオクとかに売ってる安いキットを初めて使ってみたんですけど、まあ今のところは問題もなく動いていて、まあ、キャリパーとディスク、フォークかなのセットで買ったんですけど、まあ今のところは問題ないのかなと。でホースとか、このバンジョーとかそういうのはしっかりしたやつ使ってるんで、まあいずれねこのキャリパーもブレンボとか入れたいなと思っているんですけど、まあここはちょっとおいおいやっていきたいと思います。でホイールは星キャスのダブル対応のやつを先輩に譲ってもらったんで、それをつけてるんですけど、色がまあゴールドでだいぶねシュッとしてて、で結構みんなセブンスターとか多いんで、意外とね星キャスだと目立っていいかなと思って星キャスにしました。でそのまま今度はハンドル周りだいぶ変えたんですけど、まずこのトップブリッジをフレンズのトップブリッジに変えて、でハンドルはアキラハンドブラックエディションをつけてます。だいぶねあのポジションもすごい楽で断然乗りやすいですね。アップハンも乗りやすかったんですけど、こっちもかなり乗りやすいんで、まあどっちも捨てがたいですね。でなんといっても一番のポイントだと思ってるのはこの埋め込み型のハンドルのクランプ、これが相模原のクラウドさんっていうショップが出してるクランプだと思うんですけど、このね吉村のプログレス2がぴったり入るサイズになってて、かなりね
おしゃれだと思うんですよ。で周りにもつけてる人あんまいないんで、これつけてるだけで結構ねカスタム感が増すというか、ワンポイントでかなりおしゃれだと思ってます。であとポイント、このブレーキフルード、まあ、普通の透明のじゃなくてあえてアクティブだったかなの緑のメロンソーダみたいな色にしてます。であとはこの音職人のグリップかな、変えてるぐらいで、であとヘッドライトがマーシャルですね、猫ちゃんのマーシャルがついてます。まあ改造はそれぐらいで、まあ去年あたりに一気にフロント周りをこうガッと改造したので、まあ次はね何かな、魚谷とか入れてみたいなと思ってるんですけど、あとバックステップも欲しいですね。まあこれからまだまだカスタムするところが終わらないっていう感じですかね。まあでもだいぶダブル入れてシュッとしたかなと、カスタム感も増して今すごいいい感じに仕上がってきたなと思ってます。まあね、ダブル結構金かかるんで、僕はホイールとか安く譲ってもらったんでそんなにねトータルシェアかからなかったけれど、ホイールから揃えるとなると結構な額いっちゃうんで、まあね俺そんなこだわりがないんであればこの中華製のダブルキットでもいいのかなと思うんですけど、多分みんなシングルの人でダブルにしたい人って結構いると思うんですよね。なら、ね、安いので平気なのかなと思って、まあちょっと試しで買ってみたんですけど、意外とね問題なく使えてるんで、まあ気になる方はぜひというか、ダブルになればシングルからねかなりカスタム感も増しますんで、シングルの方はぜひご検討ください。まあそれぐらいですかね、カスタムしたところといえば。まあ全体で見るとこんな感じになってます。じゃあ今日はこれぐらいで紹介を終わりにしたいと思います。まあ、チャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。